どうもつむつむをしてみたです。今回はね10体目のペアツムについて話していこうかなと思います。よかったらねチャンネル登録よろしくお願いします。1000人目指して頑張りたいと思います。それではね今回は10体目のペアツムについて話していくんですけど、皆さんねどんなペアツムが出ると思いますか？でねまずこれを見てほしいんですけど、現時点でねペアツム現時点でペアツムの数が今9体います。で今月出たパステル&ドナルド&デイジー、パステルドナルド&デイジーが9体目のペアツムとなります。で次登場するペアツムが10体目のペアツムっていう風になるんですけど、でねこの10体目のペアツムが一体何が来るのかっていうのを今回考察していこうかなと思います。でねこの10体目のペアツムなんですけどね、さすがにね10体目っていう一応いい区切りなので、個人的にはね強いツムが来るんじゃないかなっていう、ジョーアンの鏡級のね強いツムが来るんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、来てほしいですよね強いツム。でそれでそのいろんな過去の傾向から考えて、今回はね可能性をね2体というか自分の考えるペアツムを今回2体紹介しようかなと思います。で1体目なんですけど、第1候補なんですけど、それがマレフィセント&ディアブロですね。はい。でこのツムなんですけど、多分登場したらねマレフィセント系に外れはないのでないはずなので、絶対ね強いと思います。マレフィセント&ディアブロが来たら強いと思います。でディアブロっていうのはあれですね、マレフィセントに使えるカラスですね。でこのねマレフィセント&ディアブロなんですけど、このツムねツムツムランドだったかな、ツムツムフェスティバルかな、そのツムツムの別のねアプリかなんかでもう登場してるんですね確か、マレフィセント&ディアブロっていうツムが。だからツムツムでもね同じように来るんじゃないかなと思ってます。で来たとしたらどんなスキルになるかっていうと、おそらく周りのつなげたツムと一緒に周りのツムを消すよっていう王道のねマレフィセントのスキルプラス何か他にあるんじゃないかなと思います。個人的にはね邪魔力を超えてほしいので、ディアブロのスキルでディアブロのスキルで盤面上が2種類になって、それプラスマレフィセントのスキル使って最強もう2種類の状態でマレフィセントのスキル使えるっていう状況が作れたら楽しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。そんな感じで妄想膨らませてるんですけど、でねもう一つ、これは別に僕がねこのツムは別に僕が願ってるだけなので、登場する可能性はどんなかな、あんまね高くないと思います。で次の候補が結構説得力、自分で言うのもあれなんですけど結構ね有効かな、説得力あるのかなと思ってまして、過去の傾向的にペアツムっていうのが2ヶ月周期で来てたんですけど、前回くらいのペアツムでその流れが崩れて3ヶ月とか4ヶ月後くらいにペアツムが来るようになったんですね。でも今までのペアツムが2ヶ月連続で別のペアツムが来るっていう、連続でペアツムが来るっていうことは今までなかったので、それを考慮すると来月はないだろうと、3月のツムでペアツムが来ることはないんじゃないかなっていうふうに考えたとして、2ヶ月後に4月に出すっていうのもね、個人的にあんまり思いつかないんだよね、そのパッと出るツムが。でそう、4月の次のツム、次の月が5月なんですよ。で5月って今から3ヶ月後なんで、次のペアツムから3ヶ月後にねペアツムが出るっていうのは全然ありえるので、やっぱりね出すとしたら、次のペアツムを出すとしたら5月になるんじゃないかなと思ってます。で5月といえばやっぱスターウォーズですよね。スターウォーズのツムが結構有効になってくるって考えた上で、
10体目のピュアツムが5月に来るってなったらもうあれしかないんですよ。スターウォーズのピュアツムが来るとしか考えられないんですね。でスターウォーズのピュアツムってもう去年から言われてたんですけど、ずっとねみんな期待してたんですよ。5月になったからスターウォーズのピュアツムが来るんじゃないかっていうふうに思ってたんですけど、まあ、去年は残念ながら来なかったんですね。で今年なんですけど、ちょうど10体目のピュアツムっていうことでこの時期に合わせてきたっていうことを考えると、やっぱりね5月に出るのが有効なんじゃないかっていうふうに思ってます。で何のピュアツムが出るかっていうんですけど、話なんですけど、やっぱりスターウォーズのピュアツムなんでいろんな組み合わせが考えられるんですけど、やっぱね個人的に一番来てほしいのはルーク &R2D2 ですね。まあ、ジェダイルークでもいいんですけど、ジェダイルーク &R2D2 が来ると結構個人的には嬉しいかな。このペアだけでね、このペアが出るだけでもう嬉しいかなと思います。あと考えられるのはルーク&ダースベイダーとか、まあいろいろありますね。うん、ピアツム、スターウォーズのピアツムって言ったら結構あると思います。でもね、そう、5月にピアツムっていう時点でもうそれは激アツって確定なんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、ということでね、ちょっとねすいません、短い動画になってしまったんですが、今回はねこんな感じの考察動画、予想動画というふうになりました。でみんなもねよかったらね、こんなツムが登場するんじゃないかなとか、こういうツムが結構有効というか濃厚ですよっていう、そういう意見があればね、ぜひコメント欄でよろしくお願いします。ぜひね、いい意見があれば次の動画とかでね取り上げるってもらうかもしれないので、ぜひね皆さんコメント欄でぜひコメントよろしくお願いします。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。